こんにちは、大塚です。今回はアシッドストレートの施術事例ということで、多毛で、毛が硬い人で毛が一本一本しっかり太い人の施術事例になります。こちらのお客様1年半前にアシッドストレートの履歴がございます。で、根元伸びているところと、少し癖が戻っているところもあるので、今回そこまで、かけました。毛先はノータッチです。ちょっとカットしました。で、仕上がりがこちらですね。つなぎ目も綺麗に、仕上がりました。で、癖もしっかり伸びて、根元から毛先まで、均一なツヤ感と手触りに、仕上がります。で、次が、動画になるんですけれども、動画で見るとよりツヤ感というのがはっきり分かりやすいかなと思います。こんな感じですね。基本的に、上の方はハンドブローのみで仕上げてます。毛先5センチぐらいはちょっとアイロンで丸めてはいるんですけれども、今映ってる部分、こちらハンドブローのみでのお仕上げになります。最後までご覧いただきありがとうございました。